はい、パッドレトロゲームチャンネルです。今日はですね、ドライブモードで、ね、トミカドライバー働く乗り物大賞をやっていきたいと思います。お、今日はタクシーですね。空車ですね。なんでお客さんは乗せないっていう感じですかね。まあタクシーの運転手も大変だよね。プレステ2のね、ザ・タクシーやりましたけどね。ああやってすぐね、お客さんが捕まればいいですけどね。まああんな簡単にね、お客さん捕まんないですからね、実際のリアルなタクシー運転手っていうの。でもああいうと、ね、なんかテレビとかで見ると、儲かる人気のタクシーの運転手さんとかね、稼げない運転手さんとかなんか特集でやってますけどね。どういう違いが出てくるんですかね、ああいうのってね。おお、まっすぐ行きます。ああいうのってね、どう違いが出てくるのかなって思って。別にさ、まあ僕なんかタクシー、まあ、たまに使う時はありますけど、なんつうんですかね、全然タクシー会社気にしないですからね。たまたま道路で待ってて、タクシー捕まえるとしても、そんな会社名とかこだわんないじゃないですか。ね、会社とか、ドライバーとか全然ね。まあ、タクシー会社によってはね、指名制度、ドライバーさんの指名制度っていうのがあってですね。うちのおばあちゃんもなんかタクシーの指名制度でね、誰々さんいますかって言って、いればその人が迎えに来てくれるらしいんですけどね。まあいなければ、まあ仕方ないから違う運転手さんらしいんですけど。でもそのおばあちゃんが示してたタクシーの運転手さんも結構人気のある方でね、なかなか捕まえられないっていうかね、なかなか指名してもね、なかなか来てくれない人気なタクシーの運転手さんだったらしいですけど。まあ宮崎ですかね。僕は宮崎行った時、タクシーの運転手、タクシーの使ったことあるんですね。2014年のね、2軍のロッテがね、野球で優勝したんで、それで、行ったんですよ。で、飛行機で宮崎空港着いたのはいいんですけどね、いい電車がなくてね、球場の近くまで行く電車が全然ないんですよね。全然電車の本数が1時間に1本とかそういう、なんでうまく合わなくてですね、もう結局空港からね、タクシーで、まあ2000円ぐらいで行ったと思うんですけど、それでね、乗りましたね、タクシー。まあそのタクシーのお手さんがいい人でね、まあ明らかにもう球場、行き先は球場なんでね、まあ明らかに、ね、空港から球場ってまあ明らかに、関東からね、来てる雰囲気、来てる気がもうバレバレですからね。帰りはこうやって行くんだよ、みたいな。そういう親切に教えてくれましたよ。60歳ぐらいの男の人、ベテランのタクシーの運転手の方にすごいいい人でしたね。今日はなんか風がこうだからレフトへのホームランが多いよ、レフト方向に打球が多く飛ぶよって言ってね、確かその時ホームラン3本ぐらいレフト方向に行ったんですよね。おお、すごいなあ。確かね、ホームラン4本出たんですよ、その試合。僕が見に行った試合はね、4本中3本が、レフト方向へのホームランっていうことでね、やっぱタクシーの運転手さんすごいですねって、すごいなって思いましたけどね。本当にいい運転手さんでしたね。やっぱね、地方のタクシーの運転手さん優しい、まあ、やっぱりいいですよね。まあ、喋りにくい人もいますけどね。いい運転手さん多いです。
帰りはこうやって帰るんだよってちゃんと、ここからこう行ってこう行くといいよみたいなね、そんなこと教えてくれたりもしましたけどね。はい、ということでね、まあこんな感じで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。